間もないですからね。10時ぐらいまでじゃないですか。Yeah.
そうですね、ちょっとポッパとポッパと今の曲を歌っていきましょう。ありがとうございます。1曲でもいいので聴いててくださると嬉しいです。君は仮にどんな恋を重ねてさ、どんな人と笑い合ったか、一人で考えて勝手にへこんで眠れない夜を過ごしてさ、仮に雨が降って一生濡れにあっても僕が迎えに行くから、笑って泣いて見つめ合って抱きしめ合って愛し合って、聞いてます。
出身シンガーソングライターの澤田和也と言います。今日は鈴木翔太君です。どこ出身でしたか？千葉でしたっけ？千葉県出身シンガーソングライターの、鈴木翔太君と今日は路上ライブをやらせていただいてます。よかったら、曲でもいいので聴いててくださると嬉しいです。お互いに Twitter、Instagram をはじめ TikTok とかいろいろやってるので、ぜひチェックしてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。最高です。大体10時から10時半頃までをめどにここでやりたいと思ってます。よかったらよろしくお願いします。
言いたかった。忘れないと知ってても、繋がっていたくて、初めてこんな気持ちになった。つまりしか言うことできなくなって、口約束当たり前、それともいくら叶いもしないこんな願い、あなたがまた私を好きになる、そんな儚い私の願い、しっかりね、手が赤くなるぐらいありましたね。どこの先生か。ありがとうございます。拍手していただけるだけでも嬉しいです。嬉しいです。どうしようかな。
いやでも、ね、まさか、ね、今日一人でやろうと思って来てたからさそうですよね、お互いに一人でやろうかなと思って。個人的にはめっちゃ助かったお互いに喉も死んでた。あ、これあ、いいよ。ちょっと、まあ、俺はちょっと、なんですか、不良語だなと思います。では、すいません、イエイ見てください。ちっちゃいですか、大丈夫。YouTube もやってますよね。はい、YouTube、あとは TikTok、
多分ネットで名前で調べるといろいろ出てくるんじゃないかと思います。よかったらよろしくお願いします。あ、そうだ、そのタイムいきますか。じゃあ、いいよ、ショートペーパーいきましょう。腕がいきます。はい、なんか、はい、早物勝ちです。だって切れです。また会う日まで。いいですか、平田さん。ではまた会う日まで、お時間あれば聞いてください。
はい、また会う日まででした。ありがとうございます。イエーイ。ちょうど今ね、もうトイレ来たかったから。Thank you.
敵な歌導いた思春期に少年から大人に変わる道を探していた汚れもないままに飾られた行き場のない押し寄せる営みに本当の幸せ教えてよ壊れかけのレディオ華やいだ祭りの後静まる街を背に星を眺めていた汚れもないままに遠ざかる故郷の空帰れない営みに本当の幸せ教えてよ壊れかけのレディオ遠ざかる溢れた夢帰れない営みに本当の幸せ教えてよ繰り返すから分かるかな。ありがとうございます。じゃあもう一曲いけますか。ソロパート曲ずついきましょう。あ、じゃあ今度俺からいきます。何にしようか。何いつも歌ってる。なるほど。じゃあちょっと軽やかなエミヤさんで片思いをいきます。例えば君の顔に昔よりシワが増えてもそれでもいいんだ。僕がギターを思うように弾けなくなっても心の歌は君で溢れているよ。高い声も出せずに思い通り歌えない。それでも頷きながら一緒に歌ってくれるかな。バレンばかりの拍手も響き渡る歓声もいらない。君だけ分かってよ分かってよ。夢が叶ったの。お似合いの言葉が見つからないよ。たり夢が叶ったの。愛してる。たった一度のたった一人の生まれてきた幸せ味わってるんだよ。今日がメインディッシュで終わりの日には甘酸っぱいデザートを食べるの。山本にも全部フルコースで気が利くような言葉はいらない。素晴らしい特別もいらない。ただずっとずっとそばに置いていてよ。僕の思いは年を取ると増えてくわから。好きだよ分かってよ分かってよ。ねえ、たり夢が叶ったの。お似合いの言葉が見つからないよ。たり夢が叶ったの。愛が溢れてゆく。皆さんの心の中で歌わせていただきます。よかったら一曲でもいいので聴いてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。忘れてしまっても
ちょっと辛いけど、それでもいいから、僕より先にどこか遠くに旅立つことは絶対許さないから、生まれ変わったとしても出会い方が最悪でも、また僕は君に恋するんだよ。僕の心は君にいつも片思い、好きだよ、分かってよ、分かってよ、分かってよ。たりゆうのなかなたのお似合いの言葉が見つからないよ。たりゆうのなかなたの狙い愛してる。ありがとうございます。皆さんの方を上げてくれてありがとうございます。それではソロパートの次に昇格でございます。今日は合同路上ライブさせていただいております。沢田風と鈴木翔太と思います。Twitter、Instagram お互い名前で、調べると出てきますので、少しでも気になった方いましたらぜひよろしくお願いします。じゃあ、あと1曲翔太が歌ったらまたコラボに。行きましょうか。イエイ。金賞の皆さん盛り上がってますか。あ、そうじゃなくて、そういう時間じゃない。ブンブンブン。いや、そういう曲歌わないんだよ。よし、じゃあどうしましょうか。結構ネタないんですよ。間違えながら行く時間帯？いや、絶対間違えるって。歌えるのしろよ。2番、聞いたことないの。ちゃんと
タレでいきましょう。同じ感じ。じゃあ、恋歌でいいよ、恋歌で。恋歌じゃあ、恋歌する。猫いっぱいあってさ、どれか選べなかった。猫あ、猫時間がなくなる。決まりで。よっしゃ、では猫歌います。ぜひお時間あれば聴いてってください。I'm gonna make you mine.
子でした。ありがとうございます。もうちょっとだけね、歌っていきますので、ぜひ聴いていってください。じゃあ、あと少しだけ2人で歌って終わりにしたいと思います、はい。Shining
ました。ありがとうございます。終盤になってきましたね。これかな、これかな。あと 3、4曲で終わりにしたいと思いますので、だいたい10時半頃ですね。よかったらよろしくお願いします。過ぎ去ってく季節たちが僕らを見つめてる。刻まれてく悲しみから目をそらさないで。君とだこんなに長い間同じ思いを咲いて歩いてこれた。君の泣いてる顔も笑った顔も全部僕の大事な宝物。やがて離れゆく日が来るとしても、変わってゆくもの全てが真実さね。今の旅が終わったなら次はどこへ行くの。君とならばどんな未来が来てもきっと後悔しない。そう思うから、いつもただ君だけを愛してるよ。そう語れる彼女を奪わないで。たとえ何を失うことになっても、今はただ君いつまでもいつまでもこんな風に君のことを感じていたよ。どうして涙こぼれるのかな。選ぶのはいつも僕の方なのに。離れゆく日が来るとしても今はできるだけそばにいたいよ。いつもただ君だけを愛してるよ。どうか誰も彼女を奪わないで。たとえ何を失うことになる
と言えば、自分ちょっとそばにでした。ラスト3曲 OK なんか言っちゃってください。何がいいっすか？なんかありますか？人としてリベンジする。いや、ちょっと歌えないからやめよ。違うの。歌えるのでしょ。意外と歌えてた。心を超えても強く
そういうとあれですね、もう確実に入ってくるやつですよ、ね、レギュラーじゃないですか、レギュラー、はい、もうエースですね、そう、エースですね、4番エース、エースでつぼみ以外でじゃあ2曲決めましょう、ちょうど多分10時半ぐらいなんで、あと3曲3曲にしましょう、エレカシー歌ってほしいです、エレとつぶやい、あ、寂しく歌って1番いけるよ、あ、マジですか、あ、じゃあ1番歌っちゃいましょう、1番いきましょう、ちょっとじゃあ俺お休みします、本当に歌えるか分かんないの、調子乗ったかもしれない、歌ってないか、歌ったことないけど、はい、じゃあ1番だけワンコラス、声の強いのにイエイ、聴いてください。数曲歌うのでぜひ聴いてってください、じゃあリクエストを初めてだったの、なんか早い者勝ちのリクエストなんか、はい、出だし間違えてたねなんかねユズユズ栄光かけ足ですか、栄光かけ足いや気合い入れましょう英語かけない気合いでしょ、気合いでこの間歌う、あらあらあ
いつもの時を越えてたどり着いた今がある。だからもう迷わずに行っちゃうか、気合いで。行きますか。もうこれで燃え尽きるよね、絶対。絶対燃え尽きましょう。はい。もう今日もあと数時間なんで。まあ、数時間。ちょっとさ、ちょっとおかしい。数時間もやばいですよ。この曲含めて3曲ですから。年にも見せない涙。Oh,
だけ。最後の最後の選択だね。最後ハマり気持ちよかったね。最後ちょっと良かったです。最後だけ良かったです。自己満です。はい、ありがとうございます。じゃあ、あと2曲ですね。はい。あと2曲、何しようかな。え、リクエストある人？挙手制。そうだ、リクエストある人。そうそうそう。でもそれで歌えなかったら俺らあれですか。歌える曲がいいかそれリクエストでもないんだよ、実際に歌える曲は。花束の代わりにメロディーを歌った。はい、花束の代わりにメロディーを。はい、行きましょう。じゃあ行きましょう。はい、それとつぼみ。それとじゃあつぼみでしますか。で、2曲。はい、頑張ります、うん、つぼみ頑張ります。待って、花束、さっき履歴あるんですよ。OK、階段の、いや、結構歌ってますよ。北口から歌ってますから大丈夫、時間。じゃあ花束、花束行きますよ、うん、花束の代わりにメロディー聞いてください。最初お願いしていいですか。生まれてきたよ、あなた。
きしめる代わりにこの声をいつも遠くから君を見ていた。でも今日は僕を僕を見つめて。ラスト正真正銘ラストです、うん、ラストラスト北口で1時間を歌いの南口で1時間半を歌ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。かっこいいです。かっこいいですか。いやいやいや現金めっちゃ現金ありがとうございます。じゃあ行きますか。最後さらにかっこいい。かっこいいありがとうございます。ちょっと外しちゃったところがちょっとあれですねありがとうございます。そんなことないですよ皆さんありがとうございます。それではじゃあラスト1曲、はい、歌って終わりにしますね。よかったら最後聴いててください。じゃあいつものいつもの歌わりではい、行きましょう。コボクロさんのつぼみ聴いてください。この曲でも歌い切りましょう。はい、燃焼しきります。もうお互いに声がガラガラなので探して重なり合う時の
ツイッター、インスタグラムとか SNS でぜひお前でチェックしてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。自分から振っちゃうみたいな。アンコール。でも今ソーシャルでライブハウスとかでできないからアンコール自分で振るんですよ。自分からアンコール。言ってください。どうぞ。アンコール。アンコール来てますよ。青いサスケ。青いベンチですかね。それ。サスケの青いベンチですかそれ。青いサスケ。青いサスケ。大宮から出てきた。青いサスケ。金賞から出てきた。え？岩手から出てきた。青いベンチ行きましょう。青いベンチ、はい、青いベンチ、じゃあ、アンコール青いサスケじゃない、はい、1曲だけね、アンコール、はい、アンコールじゃあ金賞からありがとうございます。これだ、はい、あなたね、じゃあ気をつけて、ありがとうございます、気をつけて、また明日、じゃあ、アンコール、本当に最後の青春、じゃあ、本当の最後の曲、青いベンチ、来てください。全然手拍子してね、盛り上がっちゃっていいんだ。君は来るのか、明日の暮らす会に半分に折り曲げたあんな夜もう一度見る付き合ってた頃
もう二度と戻らないくい痛みだけがちょっと置いた季節はお祭り今進んでて思いをかき消してく気づかないこと届く何をしてても終了です。ありがとうございました。チラシぜひ持って帰ってください。よろしくお願いします。ご自由にお取りください。ありがとうございました。チラシご自由にお取りください。来月の10月10日に僕は、誕生日主催&バースデーライブをやりますんで、そうです。バースデー、バースデーやります。そうです。西荻窪のレストランでライブするので。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきました。二人で開けさせていただきます。お気をつけて帰ってください。かっこいいです。めっちゃ、かっこよすぎるでしょ、だって。めっちゃ思えるじゃないですか。ねえ。差し入れくれた人とか、あの、投げ銭くれた人とか。かっこいいね、やっぱ。人として、人として、生きていたいじゃないか。何を歌ってますか。人は我慢する。アカペラタイムですけど。はい、ありがとうございました。じゃあ、今日はこれで終わりにします。よかったら、SNS チェックしてくださると嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございます。